演習問題をやりましょう。まず1番、えー。次の等式を満たす X を A と B を用いて表しなさい。というんですが、矢印がついていても、矢印がついていなくても同じだと,ということを確認するためだけの問題でありますね。1番についても、2番についても、 矢印を無視して解いた結果と同じ結果が出てくるわけですね。もちろん最終結果を書くときには矢印を失ってはいけません。途中のプロセスが矢印がついている場合とついていない場合とで同じである。 ということですね。1番が言ってみれば、X という1つの未知数についての方程式であるとすれば、2番の方は、X と Y という2つの未知数についての連立一時方程式ということですね。まあ、道ベクトルというふうに言わなければなりませんが、2つの道ベクトルについての連立方程式。1番の方は、1つのベクトルについての単独一時方程式ということであります。 さてそのような計算が自由自在にできるようになると3番のような問題が解けるようになるということでありますこの3番のような問題に関してはすでに私たちは前の方で経験しているというふうに言うこともできますすなわちベクトル A とベクトル B を基本ベクトルとして表すという1番はこれはもう直ちに一瞬にして解決するものでありますがその逆に2番の問題 これが大事なものであるわけですね。2番、E1、e、E2 を A と B を用いて表す。で、これをするのにどういうふうにしたらいいか。いろんな考え方があると思います。で、一つは、えー、その A と B を用いて表すということで、E1 を例えば X 倍の A プラス Y 倍の B でこういうふうに置いて、また E2 の方を Z 倍の A プラス W 倍の B こういうふうに置いて、 x と y あるいは z と w についての連立方程式を立てるということですね。で、つまり、x a プラス y 倍の b と置いてやれば、それを成分表示することができるわけです。で、それによって、x と y についての連立方程式が立つ。 ということがすぐにわかるでしょう。で、これが一つの立場ですね。で、もう一つの立場は一番の結果を利用するということですね。一番によって A と B が E1、E2 で表す。これはもう直ちにできることであります。で、一番で出した結果、これを E1 と E2 についての連立方程式と見て逆に解く。というと、二番ができる。つまり、二番の問題を その一つ直前にあった2番、次の等式丸1、丸2を同時に満たす xy を ab を用いて表せ。その発想でもって、この1番の結果を利用すると2番が解けるということですね。まあ、この出題者の気持ちとしては、その2番で解いてほしいということだと思います。で、3番、ベクトル p34、ベクトル q-25。これを ab で、のそれぞれで表しなさい。で、この問題をですね、 2番の最初の方、括弧2番の回答の最初の発想でやるんだとすれば、全く同じようにできるわけです。すなわち、ベクトル P3、4を、X 倍の A プラス Y 倍の B と置いて、で、XA プラス Y 倍の B とこれを成分表示しますと、X と Y についての連立方程式が立つ。同様に Q について、ベクトル Q を、Z 倍の A プラス W 倍の B と置いて、 で、え、z 倍の a プラス w 倍の b で、これを成分表示してやって、ベクトル q の成分と比較して、え、zw を求める。こういうふうにすれば、もちろん、解くことができるわけです。で、しかしながら、そのようにせずにこの問題は解きたいわけです。というのはどういうことかというと、実は、ベクトル p が 3, 4というふうに成分表示されるということは、成分表示の定義に従えば、 ベクトル P が3倍の E1 プラス4倍の E2。こういうふうに表されるということなんですね。ところで、e、E1 と E2 が2番によって A と B で表されているならば、それを代入するだけで3番の答えが得られるじゃないかということなんです。つまり、2番によって E1 と E2 を A と B で表しておけば、e、E1 と E2 の一時結合で表されるベクトル、 例えば、ベクトル P、3倍の E1 プラス4倍の E2、あるいはベクトル Q、マイナス2倍の E1 プラス5倍の E2、こういうふうに E1 と E2 の一時結合で表されているベクトルは、2番の結果によって、その一時結合の結果を直ちに A と B の一時結合の形に書き換えることができる、ということなんですね。で、この問題は理論的には、この、ここにある5大の問題の中で最も重要な問題でありまして、 何を意味しているかと言いますと、このバックグラウンド、この問題の背景に次のようなことがあるわけです。E1 と E2 というのは、X 軸、Y 軸方向の直行する長さが1の単位ベクトルですね。それを基本ベクトルとしていろんなものを成分表示してきたというわけでありますが、A と B というベクトルを考えますと、3 7行目。この2つのベクトルは平行でない。0ベクトルでもない。 いわゆる一時独立なベクトルであるわけです。と、この一時独立なベクトル AB を用いて、任意の平面のベクトルというのが表されるわけです。ありますね。例えば、ベクトル P3、4というのを、ベクトル A とベクトル B の一時結合で表すことが必ずできるはずなんです。で、このベクトル A とベクトル B の一時結合として、例えば、ベクトル P が、X 倍の A プラス Y 倍の B、こういうふうに表されたと。 しますと、この x と y をもって点、点三四の、えー、従来点34と呼んでいた点に対して、新しい座標軸を考える。ベクトル A を x 軸の基本ベクトル。ベクトル B を y 軸の基本ベクトルする。そういう新しい座標平面。えー、座標軸が斜めに交わっている。座標の単位の長さ。 がですね、X 軸方向の単位、X 軸上の点1,0と Y 軸上の点0,1との長さが違う。そういう原点からその2点までの長さが違う。そういうような一般化された座標、それを考えることができるということなんですね。実は3番の答え、えー、言ってしまいますと、7分ベクトル P の方は7分の 1A プラス7分の 10B となるということなんですが、実はそれは3,4というふうに表されていた点が、 新しい座標形では7分の1、7分の10、そういう座標で表される。こういうことを意味しているわけです。これはまあ高等学校では従来、だからまあ標準的には教えないことでありますので、しかし後のために皆さんがこれ少し理解をしとくことは悪いことではないと思いますので、あえて紹介いたしました。とりあえず難しかったら今の最後の説明の部分は無視してください。4番。 3点 ABC が具体的に与えられていて、4番目の頂点 P が XY。この座標がまあ、未知である。その4つの点を頂点とする平行支援形。これは3通り考えることができるわけです。3通り考えることができるということは、要するにまあ、その四角形を考えるときに ABCP っていうふうにぐるっとこう四角形を考えるというのと、ABC っていう、平行四辺形である。それから、A, P, B, C。そういう風うになる。そういう、まあ、三通りがあるということなんですね。四角形を考えるときに、四頂点をこう、ぐるっと一周するように呼びますよね。で、その P を、どの位置で考えるかというのによって、その三通りあるっていうことであります。まあ、平行四辺形をなすための必要十分条件は、一組の大変が平行でかつ長さが等しい。 ということであります。で、この平行で勝つ長さが等しいという条件は、ベクトルを使うと、容にスッキリと表現できるのでありました。で、そういう意味で、4番は、ベクトルを知らないとめんどくさい問題ですが、ベクトルを使えば一瞬にして解決する問題であります。5番、平行でない2つのベクトルについて、A と B の長さが等しいならば、A プラス B と A マイナス B が直行することを示しなさいということです。15行目の結論、A プラス B と A マイナス B が直行する。 このことは、A プラス B と A マイナス B の内積が0である。このことを証明すればいいわけですね。A プラス B と A マイナス B の内積を計算し、その過程、A の長さと B の長さが等しい。この過程の下でそれが0になるということを証明しなさい。というだけの問題です。平行でないという条件がついていますが、 元々、その A と B が直行するという言葉をですね、0ベクトルは2のベクトルと直行するっていうふうに、もし言葉を拡張して定義して,くしておくと。こう、そういうふうに約束をしておくならばですね、この条件はつける必要がありません。最後に6番。ベクトル3、1、A、3、1。これに垂直な単位ベクトルを求めなさい。この問題は、 実はこの問題自身としては単純なのですが、数学的にはいろんな場面で出てくる大事な問題であります。でこの問題を解くのにいろいろなアプローチが考えられますが、皆さんにはぜひ次のような考え方をマスターしてほしい。つまり、3、1というベクトルに垂直なベクトルを1個見つける。その単位ベクトルという条件を無視して、適当な、えー、垂直なベクトルをですね、1個見つけてくるわけです。 で、そのベクトルを B とでもしましょう。もちろん B が0ベクトルであるとまずいんですが、0ベクトル以外でですね、A、えーえー、と直行する、そういうベクトルを考えるわけです。そして、まあ、それを求めるわけですね。で、それを求めたら、その結局求めれないベクトルは、ベクトル B と平行な単位ベクトルであると,ということになりますね、えー。ベクトル A と平行な単位ベクトル、 というのを出すということは簡単にできる問題ではありますね。でそういうふうにすると、この問題が能率よく解けるわけです。これは応用があ広いだけに、そのような手法をきちっとマスターしておきたいと思います。